はいどうもチャスです。というわけで今回も8月のシンデレラナインの方やっていきたいと思います。ということで今回はですね、8月18日は倉敷舞子パイセンの誕生日でございます。舞子ということで、ちょっとねなんかあの誕生日の、できるイベントの仕様が変わったのでちょっとそれね紹介していきたいと思います。結構重要、ということで、まあ、まずこれここは普通なんですけど、まあ、誕生日スカウト来てますよっていう感じで、初回30個で引けますよというやつですね、で、そのチケット2枚で対象の SSR マイクをいずれか確定ということで、あれこんなんなかったよな前に、最近できたんかなこれも、多分10連したら1枚もらえるんでしょうね。でそれを2枚集めたら、SSR マイクをどれか確定ですよっていう、そういうスカウトになっております。これ20連するだけで、まあだから難易度80個で、何かしらのマイク確定なんで、まあこれちょっとありがたいですよね。で、何が変わったかと言いますとですね、まずなんかこんなん出てきました。8月誕生日の選手をご紹介ということで、バースデーカレンダーこんな感じになってますよと。8月2日中野でしたね。で今日18日でマイコパイセンで、次27ニタッチですねとなっておりますと、選手の誕生日を監督も一緒に祝おうということで、今まで会話劇見れてたんじゃないですか。でこれねまた見れるんですけど、なんとねそこで、会話劇を楽しむと特別な称号や選手専用クリスタルベアマックスを獲得できると。そして過去の誕生日限定の会話劇もご覧いただけるようになりますと。いやーもういいことしか書いてませんね。でまずクリベア専用のクリベアが、会話劇を見るだけでもらえると。だから会話劇見るだけでマイコ何かしらのシーンを一突できるっていうね、素晴らしいものになってます。はい。で、過去の誕生日限定の会話劇も見れるようになりますよと。まあ今までさ1回見たらもう見れなかったじゃないですか。それがねまた見れるということになります。はい、これありがたいですね。で、その会話劇はですね、選手交流詳細のストーリー一覧、エクストラストーリーよりご覧いただけますと。まあストーリーまとまってるところに、まとまってますよという感じですね。はい、っていう感じで、ちょっとね、実際に僕もやってみようかなと思います。今のところね、にわかに信じがたいので、ほんまにクリベアなんてもらえるのかと思ってるわけですよなのでちょっとね、動画で証明していきたいと思います。はい、じゃあタウンマップやってきました。じゃあ学校行ってみましょう。さあ部室行くと、はい、マイコが歩いてますね。何してるんでしょうかじゃあリンと一緒にいますけども、はい、タップしてみましょう。はい、始まりましたね。倉敷先輩連れてきましたよ。ちょっと何なのよ急に。私はそんなに暇じゃそう言わないでマイコさん、今日は何の日かわかるわよね。ふふ、マイコ、恥ずかしがらないでください。あ、なやその演出。わはは、今日はマイコの誕生日だからな、チョスパート頼むぞ。おー、あー、そういう感じになったよね。今までほら、監督がさ、あの、わざわざ会いに行ってさ、はい、これあげるって言ってあげてたじゃないですか。っていうのじゃなくて、なんか今回から、祝う式になったんですね、みんなで。あ、いいじゃないですか、これは。まあ、これはとりあえず、パイを構えましょう。はっ、ちょ、あんた、それ。いたずら成功みたいな顔してるんじゃないわよ。本当に投げてくるかと思ったじゃない。投げてないの、投げようよ。マジ、マイコに投げたら、キレて帰られそうやもんな。まったくもう、誕生日のたびに毎回こんな、よく考えるわね。まあ、せっかくだから、祝われておくとするわ。ほら、そのパイ、みんなで食べるんでしょ。あ、投げるようじゃないんか。でももう一回見とくか。倉敷先輩連れてきましたよ。ちょっと何なのよ急に。私はそんな暇じゃ。そう言わないでマイクさん、今日は何の日か分かるわよね。ふふ、マイク恥ずかしがらないでピシパン。ちょっかんだわ。わっはっは、今日はマイクの誕生日だからな、チョスパート頼むぞ。本日の主役、たすきをかける。はい、ちょ、なんなのよこれ。どっちにしろ似たような反応このタスキもしかしてあんたが選んだの？どういう選出してるのよはあ、でもいいわ。さすがにこれをつけたままじゃ外にも出られないし、あんたたちが満足するまで付き合ってあげる。えい、かっこいいマイコ。いや、いいっすね、この感じマイコですね。はい、ということでここで終わるともらえるんかな。
うほんまにもらえたやん。すげえ、クリスタルベア。まあ、マイコにしか使えないんですが、めちゃくちゃいいじゃんこれ。ありがとうございます。8月のシンデレラ9。はい、ということで、あ、ちゃんともらえてますね。まあ、過去のお話、誕生日のお話と、クリベア、マイコ専用のやつと、称号ですねがもらえてるっていう感じですね。ありがとうございます。はい、ということで、ちゃんともらえてました。いや、いいですね。いや、これいいよな、クリスタルベアマックスの横にマイコールの。これシュールですよね、結構。はい、てかひまわり畑広すぎんこれ。はい、という感じでね、誕生日のお祝いをするだけで、なんと今回からね、クリスタルベアマックスがもらえますので、よかったら皆さんもやってみてください。はい、結構ね、これ忘れてる方いると思うんですよね。あ、やべ、祝うの忘れてたみたいなね。でも今回からクリベアがもらえるようになりましたので、ちょっとこれはね、絶対見逃さずにやった方がいいと思います、皆さん。はい、ということで、しっかりね、祝いましょうというお話でした。はい、ということで、まあそれとは別でちょっとこれだけ見ていこうか。裏強豪校への挑戦 VS スノーバ学園における難易度調整のお知らせでございます。はい、みんながね、勝てねえ勝てねえ、勝てるようにしろみたいなことをね、言ったんですかね。ご意見を頂戴しておりますということで、結構いろんな人が運営に連絡したんでしょうかこれは。ということで、なんかそれを受けて運営チームがね、調整してくれたみたいです。はい、まあなんか僕的にはそのままでも良かったんじゃないって思うんですが、まあまあまあ、いろいろ思う方もいるみたいで、ちょっとどう変わったのか見ていきましょう。調整内容について、上級、超級ステージの難易度調整、相手校のチーム評価そのものに変更はございませんが、相手校のチーム評価を上回ってる監督さんたちが勝利しやすくなるように調整いたしましたと。なるほどね。うん、まあ正直チーム評価なんて飾りじゃねって思うんですがね、チーム評価上回ってても勝てないっていうのは、まあなんか今まで通り八内あるあるなんじゃないって思うんですがね。うん、前調整してくれたらしいです。で、EX 級ステージの相手校選手はとても強力な効果のスキルを所持しており、そのスキルを上級超級の、相手校選手たちも所持しておりました。これにより表示されているチーム評価よりも強く感じる状態となってしまったため、上級超級ステージ用に再調整したスキルへと差し替えた上で、スキルステータスなど全体を調整させていただきますということでございます。なので EX 級は変わらないって感じですかね。うん、超級上級のやつが、ちょっとまあ弱くなりましたよっていう感じですかね。うん、でもね、今日やったんですけど、ちょっとね、今日超級やってみたんですけど、何回か負けました。なので、あれ、これほんまなんか強い方に調整してないってちょっと疑ったんですが、まあなんかなんやかんや勝てたので、まあ、そんなこともないのかなと思ったりもしましたけど、うん、なんかね、なんか知らんけど何回か負けました。そして、イベント開催期間の延長するらしいです。変換アイテム VS 裏スノーバ学園コインのドロップ報酬として獲得可能な枚数を記載していなかったため、ドロップ変換内の報酬が全て獲得できるかが把握できず、途中でイベントをやめてしまったというお声も、そんなお声も頂戴してたの。はあ、別に、うん、途中でイベントをやめてしまったんか、そうか、やれよって思いますけどね、別に。ああ、すごいですね。で、イベントの遊び方にドロップ報酬のコイン獲得数を記載した他、8月20日の難易度調整後からプレイいただいても十分に報酬を獲得できるよう、イベントの開催期間とアイテム変換期間を下記の通り延長しますと。本当なら8月23日、まずイベントがですね、8月23日までだったんですが、なんと9月8日まで遊べると。いや、これはだから今までやってた人たちはもう万々歳ですよね。うん、あ、ラッキーって感じですよね。あ、そうなんや。ほんで、アイテム変換の方が9月6日までだったんですが、22日までと延長されておりますということで、まあ、今まで普通にやってた人たちはラッキーと。で、なんか諦めてやってなかった人たちはこれから頑張れよという感じですね。うん、で、上記2点の調整により、イベント開催期間中に上級ステージに挑み勝利を積み重ねていくことで、下記アイテムをアイテム変換にて獲得することが可能ですということでございますと。
ほんで、上記アイテム変換回数には限りがございます。まあそれは知ってますね。で、余ったコイン、まあ多分普通にやってると多分余ると思うんですよね。で、その余ったコインはベアマックス大と変換できるらしいので、まあ、一応ねやる意味はあるのかなっていう感じですね。うん。で、上記内容は他に本イベントの EXQ ステージをお楽しみいただいた監督さんたちへのお礼と敬意を込めて、以下の調整を追加させていただきやすと、何ですかって感じですね。 EXQ ステージの初回クリア報酬に称号を追加、本イベントでしか、獲得できない、称号を追加いたしますよという感じですね。すでに、クリアしている監督さんには、メンテナンス中に称号をお送りしただしておりますということなので、まあ一回買ってたらもう称号もらえてるよという感じですね。なのでその称号をつけて、まあみんなに自慢しようよというものになっております。はい。で、イベントについてのお詫びとお礼、上級長級ステージの難易度の設定が適切でなかったことや、適切でなかったか、そうかな、ちょっとまあ人それぞれ考える感じることあると思いますが、ドロップ報酬についての説明が不足しており、監督さんたちに深い不安な思いをさせてしまったことを深くお詫び申し上げます。いやいや、そんな謝らなくて大丈夫です。うん、本当に本当にねマジでちゃん、もう僕はね、いいイベントだと思ってたんで、別に謝ってもらえる必要ないですね。うん。で、今回調整する内容の他にもたくさんのご意見やご感想を確認しております。それらを踏まえて今後より一層監督さんご自身の実力を生かしてお楽しみいただける形に調整していきますと。いやー、いいですねこういうの。もうだから、もうユーザーの声をいち早く聞きつけて、もうそれすぐ調整してくれる暁最高でございます。うん。なので、あの皆さんね、あまりこう強く当たらないであげてください。まあ、いろいろ思うと思うけどな、そんなさ、でもなんか、そんな言うって思うことなかった。この延長、これが謎すぎるわ。途中でイベントをやめてしまったというお声、知るかよって思いません？知らんわってめちゃくちゃ思うわ。なんか、そんな人のために延長するんやっていう、優しいですね、ほんと。はい。すごい優しいと思う。うん。で、最後に本イベントをプレイしていただきありがとうございます。ご意見を頂戴したことへのお礼の気持ちを込めて以下のアイテムをお送りさせていただきますと。で、ナインスター3つと元気ドリンク3つまでくれる。なんだこの運営は。もう一生やるわいやマジでな、優しすぎんっていうね、本当にあったかい会社ですね。今後とも8月のシンデレラよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いしますですね。ということで、まあなんか、うん、まあ、みんながやいや言うからこんなことになりました。そんな言い方したらあかんな。まあ意見言うことは全然いいことなんですけど、はい。ということで、いや本当に優しいね。うん。本当に感謝しましょうね皆さん。ということで、まあそんな感じになってるみたいです。ということでね、まあ引き続きこの VS スノボ学園、楽しんでいきましょうという感じですね。うん。8月のシンデレラ9。はい、じゃあ最後おはがちゃして終わろうと思います。ということで、今回引くおはがちゃはまずマイコですね。これマイコ引いていきましょう。そして、UR いわきパイセン、そして、大崎美代ですね。この3つ引いていこうと思います。じゃあまず誕生日からいこうか。いくぜ、来い。さあ、こないだ乾圭をね引きましたので、また何か出てくれないかなと思っております。いきます、マイコ誕生日おめでとう、来い。待って、ちょっと待って。さあマイコ SSR 出して祝おうぜ。頼むマイコ、来い。はっ、違う血のロメ出てきたやん。はい、じゃあ次ですね、まあ大崎美代から引いていきましょう。いや、ストーリー良かったですね本当に。早く後編見たいですマジでなんか本校の試合見てるより楽しかったもんな。はい、ということで引いていきます。いや、マジでこのミオちゃん、おっと夕方、さあ夜まで行くか。さあもっと寄り道しろ翼、行きます、せーの、ほい。さあ頼むミオちゃん、来い、夜まで行こう、ほい。さあ夜まで、おっと夕方止まり、しかしこの間夕方で引いたよな、頼む来い。あー違う、 SR か、残念。はい、それではラスト UR いわきパイセンをね引きに行こうかなと思います。はい、ということで行きましょう。はいはい、あれ、はい。まあ演出なしで夕方止まりできたんで、まあここ確定演出ですね。いきます、
UR 岩木パイセンお願いします。来い。さあ頼む。あ、演出なし。さあどうだ、頼むよ、お願い。あ、ちょっと一瞬来たかなと思ったらちゃうかった。はい、小麦でしたね。はい、ということで、まあ今回ちょっとダメだったんですけど、まあ前にね犬池引けてるんでよしとしましょうマジで動画外の時のがおはがちゃ出るんよな、これなんだよな、この原理。マジで実況者の人なら分かってくれると思うんですけど、なんか動画外でガチャとかしてる方がなんか当たり出ませんね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ今回はね、まあ誕生日に関するお話と、VS 浦スノーバ学園の、お話とでおはがちゃですね、ということで、まあなんか皆さんいろいろ思うことあると思いますので、いろいろコメントよろしくお願いしますという感じで、まあこんな感じでね、いつも動画出しておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、チョセミナミスイさんのチョセでした。バイバイ。